はいえー、皆様こんばんはいつもご視聴ありがとうございますトップインになります、えー、今日はですね、えー、ゴエモンとあのメロンとの出会いをですねあの説明させていただけたらなと思って動画を作りました 作りましたってい,いつも通りなんか動画撮ってしゃべってるだけなんですけども、えー、こっちがですね夕張メロンっていう名前ですねでこっちが石川越衛門っていう名前なんですけどももともとですねあの別の猫とあのー、暮らしていたんですけどもまちょっとお別れがあってであのー、すごくこう やっぱその別れはなんね、やっぱ慣れないのででなんかやっぱこう自分自身の何て言うんですかね、えー、ともっとちょっと違う生き方もできたんじゃないかなと思って猫の,のボランティア活動にですねちょっとあの参加したんですね。で私の地域にはそういうのがまあ何個か 探したらあってでそこに行ってこうまあ受け入れてくれてでまあちょっとそのまあお金の話になっちゃうんですけども募金活動じゃないですけどもってやってるうちは良かったんですけどもあのやはりこう人数が多くてですねあの女性社会っていうか。 どこにでもある話なんですけどやっぱ派閥があったりだとかですねあのいろんな考え方があってで私の性格的にですねあの万人につかれるような性格ではないのででまあ好きか嫌いかっていうのがすごく分かれちゃう性格なんですねまあそれが短長女でもあり短所でもあるのかはどうにか分からないところなんですけどもっていうのがあって。 でまあ、いろんな話を聞いたらですねやっぱみんないろんな思いをしてそこに来てあのー、猫と接してるのでどれが正解でどれが間違いかっていうのは一概には言えないと思ったんですねなのであのー、彼女たちの意見も正解だし私の意見もまあながち間違いではないのかなっていうふうな形で思っててで んまあもともとは猫のため自分で、ね、自分のためですからまあそこはいいかなってことであのちょっとやめさせていただいたんですけどもでちょっと困ったなって思いをしてる時にですねだからずっと一人であの活動している人がいたんですよ。ただかあのなんですかねうんその 猫の野良猫を捨て猫を保護してであの里親募集っていうのをやっててで前々からその前のところではあんまりこういい噂が聞かないっていうか敵対視っていうんですかねラ,なんライバルってわけじゃないですけどもそんなふうにやっててでまあ女性の方だったんでちょっと そういうこともあったのでそこにはすぐ入らずですねちょっと距離を取りながらずっと見てたんですよ。うんったらあ,あの <laughs>、まあそ「てこの譲渡会みたいながあるので参加しさせていただけませんか?」っていうことで最初そういうふうな形であのいたんですよで。そしたらですね、まあ、やっぱりこう見た目が悪いのか何ですかね感じで。あの <laughs> <laughs> ねねね、猫のお話ですよ大丈夫なんですかみたいなあの <laughs> 猫の譲渡会ですよみたいな「いや分かってます」って分かってますって,分かって,ますってな,な何をどう勘違いしてるんだろうって思いながら結構念を押されてで譲渡会の参加させていただいてでまあ慣れてますのでそういうのはあのもう譲渡会 のところを見てたらですねなんですかこうゲージの中に猫がこうたくさん並んでてで手書きのポップが書いてあってでなんかですねなんかこう懐かしいなっていうか。 結構胸を打たたれる思いがあったんですよねただ結構伝わってくれてあの「ちょっと私にできることはありませんか?」っていうことであの「じゃあちょっとお願いしたいこともありますので」っていうことであの少しちょっとお手伝いをさせていただいたんですよね。ボランティアっていうことではないんですけどもただ,ただ単にお手伝いっていう中でで。 まあ、一目ぼれしたですねあの <laughs> 猫があのいたんですけどでも三二3 0匹ぐらいですかねいて一人ねこの子か,かわいいなぁと思った子がいたんですけどその子はもらわれてってで詳しくは聞かなかったんですけどまあ多分その子も何かを抱えてる子なのかなっていう感じはしたんですよね。で あのやはり終わりが来るときがあってですねつかったのかなって思ったんですけどでまあ残った猫さんたちはですね無事にあの全員もらい手が決まったんですよそれは本当に良かったなと思っててであの4匹五人ぐらいですかね五匹ぐらい この子はもらわれないだろうなっていうのがいたんですよ <laughs>。本当にちょっと人気がない子で可愛いんですけどね、本当に。で、あの、まあ、あのそのこと縁があるのかなって思ってたんですよ、自分は。そしたらですね、結構ポンポンポンって、なんか、 こ,んなここでももらってくれる方いらっしゃるんだと思ってよかったって思ったん、ね、ですでメロンと五右衛門はですねまあ多分兄弟であるっていう話でであの今全然ニャンニャンも言わないで愛想もなくてただ寝てるだけだったんですけどもでメロンはですね今ちょっとあの病気で痩せてるんですけども当時はですねぶっくらして結構人気があったんですよ。 でそのゲージの中にいてポップがあってあのできたら2人にもらってくれる方っていうふうなお願いをしてあったところにですねあのこの子だったらあのもらってもいいよっていう方は何人かいたんですよね。この子かわい,い,かわいいって言っててて言でこっちのですね、まあ、当時五右衛門っていう名前じゃなかったんですけどが全然。 もらいてがなかったんですよね。まあ確かにですね。私に,に似てあのちょっと不細かな顔しているのでででなこっちは人気があったんですよね。 ちょっとすいません。ちょっと <laughs>。ちょっと一回ここで動画区切らしてもらってもいいですかね。すいません。ごめんなさい。<laughs>